疲れ様スラットです。今日はそれはこちら新クイズジャイアントやっていきます。さあ、なんとね、バランス調整行われて合計20枚近くの、カードが調整されたんですけど、環境変わんないっす。残念ながら今期もジャイが強いでさえ、まあゴブリンドリルはね、まあ少しは減ったんですけど、もうジャイ環境ですね。はい、ジャイ、ペッカ、ゴーレム、まあその辺に関しては何も変わってないかなというイメージがありますね。まあ強いて言うならウィザードが評価上がってますね。はい、あのまあシールドの HP が増えたんですよ。ヤナメでシールドが解けなくなったかな、進化ウィザードね。それもありますし、あとなんかボイドがやっぱ流行ってて、まあ、そのボイドにみんなが慣れたっていうのもでかいかもしれないですね。ウィザード出してボイドが来るけど、まあそこをしっかり延命してっていうのが、まあ、結構当たり前にできるようになってきて、なんかウィザードがちょっと強いっていう感じにはなってるかな。ラバクロみたいな話があるのかこれ。すごいの来てんなこんな来るっていうぐらい。ラバルコウモリディガー、こんな削られるんっていうぐらい削られちゃったんですけど、まあ守ったんでいいか。うん、まあウィザードね、ちょっと強いでさえ、だいぶよいしょ。なのでまあこのデッキはね、前シーズンかな、進化ボンバーで使われてたデッキのもう進化ウィザードになっただけかな。いや、ウィズが強いんだよな。もう横に出していけばね、そのボイドも相手打てないというか当たんないっていうの。いや、まあそれは強すぎるんですけど、いや、なんかちょっと爆破もいいね。さあ右が入って、このウィザードも、いや守れるこれ俺守れんだかこのまま。ドリトン働いて、ウィザードも手伝ってあげて。いいね、インドラいたな。まあ攻めはね、たまたま事故ってくれれば強いかなぐらいですけど、基本防衛最強のイメージある。まあ守ってもいいが、なんか攻めちゃっても良さそう。正直ウィザードあれば突破できる説も。守れねえらしい。え、めっちゃ嫌な目したかもしんない。落ちんね。え、ってことはよ、こういうこと、こういうこと。やべ、ババが来る。ウィザードがちょっと強い。これコウモリもぶっ飛ぶってなると、リクがちょっと薄い。このナイトトリトン攻めが止めんのむずい。インドラさえ来ました。ババのコストはない。雪からのババか、まあ、一旦雪が来るね。まあこれ捨てちゃってもいいね。いや、もう強い、もう強い。相手、いや雪なんだろ、マジ。ウィザードゲーじゃね。ボイド、いや、ウィズの範囲がねマジで強いんだよな。さあ進化ナイトからの、もう俺にジャイとか出してきゃ、でライトニングちゃんみたいな話ない。そんな簡単な話じゃなさそうとか。いや、マジなんかチンパンで出そう行くだけじゃないと思う。いや、なんか怪しいか。いや、さすがに、さすがにこっから負けないよっつってこういうの負け筋なんだろうな。気持ちいいぐらいの負け筋を引いてるかもしれないけど、いや、さすがにね。
ウィザードですか。よしよしよし、いやウィザード強いんだよな。いやさすがにね本当にさすがにねは言わない方がいいか。さすがにね止まるよ。いやウィザードがこれ相手守れねえな。ノックバックで、いやもうこれで強い。さあまあラバにはね対空3枚なので相性がいいか。いやマジウィズナー、まあ今回相手ボイドもなかったんで普通にウィザード最強ではあったか。なんかボイドにウィザード弱いんですけど、まあそれは延命できなかったらの話であって、逆に延命できればボイドに強いみたいなとこもあります。なので今ライトニングでやってますね私。てかうん、なんかもうボイドで飛来支援されるのが当たり前になっちゃったので、まあボイド弱くねとはまではいかないんですけど、なんかちょっときつくねっていう、うん、感じかな。あ、ボイド打たれますよね飛来支援みたいなのが結構当たり前なんだよな本当。ウィザードダクネとか、まあ、ナイトウィザードとか、うん、やられちゃうので、なんかボイドだとちょっと苦しいかなの。まあライトニングデッキとかも今ぼちぼちいるかな。まあリトプリザップの時点でもうジャイかペッカなんですけど、まあこういうのにもウィザードは頑張りますよと。さあジャイね、まあボイドかな、まあどっちもあるねこれ。どっちもあるんで一応飛来神はやるけどみたいな。まあ蓋しちゃおうかな。いやーその処理強いな。まあでもボイドを使ったんで、その進化ウィザードがね無双するっていう考え方もできます。はい、いや強っウィザード強いんだよなマジで。でもこのまとってんのもちょっといいんだよな。いやーまあリトプリが強いかこれは。ぶっ飛ばして、で相手あれあったんでね、ボイド気をつけなきゃね。行ってもいいな、なんかフェに残ってんのが強い気がした。で後ろにトリトンもいるんで相手はトリトンも出しにくい。でなんか神谷来た、全てが飛んだ。おいワンチャンフェにワンズつき、いえで、まあ、ウィザードね、まあ、横に出していけば最強なんでこれ。さすがに来れない逆ね。まあ一旦捨てようかなのかをね。まあ俺ちょっかいかけといてもいいかもな。次進化ウィザードもあるんで、まあちょっかいだけかけて。ライトニング待って、やべえ縛ってるいやまあ突破されねえか。まあ飛来しちゃうんで。いやそうこれを結局するともう突破できないんですよね相手が。だからなんかボイド弱くねっていう風な考え方もできる。まあ適当にライトじゃあ終わりか。ライトヤーナーの圏内でしたね。さあというわけで、まあボイドが流行ってるがゆえに延命してしまえばウィザードが最強かつ、まあそれをなんだろうな、逆手にとっての一周回ってボイドがいらないみたいな感じかな。まあ強いんですけどね、全然強いんですけどボイド普通に持たれてるだけでなんか嫌な気分にもなるが、こういうデッキ視点だとまあたくさん延命できるんでね。やべそんな痛くないって。いやこのウィザードちょっと強い相手、ジャイ出さなきゃ。スパーキーなんか焼けそう。もう一発もう一発、いいねこれ。ライトニングでしばけます。まあ相手がボイドの可能性もあるのか。打つか、うん、
ジャイスパミニペン。やだな。まだ、ウィザード最悪一発受けれるんでね。そう考えたらちょっと気楽か。ここなんか血ジャイしてもいいけどな。まあでも進化ウィザードか相手。進化ウィザードジャイスパレイジか。いかつ。まあ適当に手の回しして、まあガーディアン出して、進化ウィズがちょっとめんどいか結局。ここだな。ケツスパジャイウィザードミニペ。なんかまあグロイが防衛ライトでどこまで耐えられるかっすね。一発ウィザードのシールドと、もう一発ジャイと、まあもう一発スパーキー的な話なんかも。でもウィザードの範囲マジ強い。しかも一発受けれんのやべえなこれ。終わりじゃね。で、ミニピも引っ張れる。打っちゃいてえな。あれ飛ぶよな、さすがに。1、2の3。あ、え？なるほど？え？知らんかった。そういう感じになるの？まさかの。一発しか打たないパターンがあんだ。なるほどね。知らんかった、マジ。進化ウィザードってさ、知らなかったんだけど。ちょっと待って、ええ、ま、じゃあ矢の雨打ってもシールド解けない、ライトニング打ったらシールドだけ。あーね、めっちゃ強い。マジ知らなかったんだけど、今普通にタワーとウィザードシールドとウィザードに行くと思ったわ。なんか壊れじゃね、そしたらそのシールドをさ、ヤナハメで壊せなくなったことによって一気に壊れカードになってないですかい。いやマジか、全然知らんかったな。そういうこともあんのか。強くね。でボイドにはさ、横に出してけいいやん。こいつの弱点なんだ。存在しねえか、もしかして。いやこれ言っていいの、だが寝てるし、ちょっと。あー、このジャイバルーンかな相手。ジャイバルーンだ、言っても嘘。なんかちょっとうざいよ。あいつそんなコストないやろ。進化スケ的な話はあるけど。進化ボンバーとか。生まれそう。熱い。まあバルーンか。俺対空2枚なんで。まあ最悪防衛ライトも使いながらか。まあジャイバルーン見たらでもウィザードで焼けそうだな。範囲で。来ねえか。まあ、進化ボンバー進化スケのサイクルである。多分。数えてね。これ冷静なとこは何もしない。正解なのかは知らない。待って、相手ミスってね。いや、もう強えよ。勝った説。このウィザードの処理方法がね、俺の対戦相手には存在しません。やべ、あれなんかめっちゃ入ってる。そんなことあるっていうぐらい。
右側がライトニング2発なんだけど、まあ、トリトン最短で行ってもいいな。これえ高い言ういや危ねえな、怖えや。えマジ最強じゃない、そんなことないのか。まあ、最近ヤナアメがやっぱ流行ってるんで、その進化アーチャーとか進化ロケット星もヤナアメだったらワンパンできるようになったんですよね。まだその分なんか火力、瞬間火力上がったみたいな、アーチャーロケコだからヤナアメ逆にないと結構防衛がむずいというか、まあデリバリーとか、そうそう、なんか環境全体としてヤナアメの価値上がったんで、ヤナアメかボイドかその辺がないと守れないみたいな。でそこに対して強くなっちゃったんでウィザードが、おやなんか微妙な立ち位置ではあったが、気づいたら最強カードになってないか。でなんか鬼チンパン来てる、そんなことある、はしまいナイトリトプリンなこと あるんか、クラロワでそんなことあんのかそんなことあるか、これ本当に。いやまあ遅延スケラーか、まあ、迫撃スケラーかみたいな、まあなんかコスト使って良さそう、暇だし。なんか結構入りそう相手がヤンキー攻めして勝手に大ダメージ受けてんだけど、そんなことあるお前5コスト割いたやんっつって、安直すぎないかいやなんかしかもテスラだった、なんかおもれで聞きたな。まあリトプリに俺ライトニング打てるかな、ちょっと強いんだよね。まあ打ってもいい、で逆サイナイトスケラが来る、リトプリガーディアンで、おーいファルチェ先生やん、なるほどファルチェあんのか、ヤンキーすぎないか、そんなものなの。強すぎ、強すぎではあるが、なんかだいぶいかつめのカウンターにもなりそう、いい位置だな。まあ、削って、まあ、じゃあ一発ぐらい入ってくれたらもう勝ちか、パンチ、うっ、おや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 、面白くなりそうだ、あれガーディアンコストは返って、えコスト返して、え待って、ガーディアンのコスト返してくれなくなってる、運営さんケチやばい、ガーディアンのコストは依頼しちゃうのか、これあれ笛鳴ったよな、危ねえな。いやだいぶなんか環境の中心カードになって気がする、ウィザード。まあなんか頑張ってメタを探すなら、まあ結局トリトンとか、また進化テスラかなには弱い気がしますね。いやクロスや、X 棒でさえ、まあロケかな、ロケの進化テスラスケクロスかな。クロスちょっと増えたんすよね、マジいる、多すぎるぐらいにはいる。ワンチャンロケきます、ケツじゃ行こうかな、リトプリいるんで、まあ、クロスこれ止めれるよねっていう、ガーディアン出しちゃおうかな、テスラ壊せたらラッキーだしな。ヤーメぐらいで壊せそう、
新加助さすがに回んない？早めのね。フィニが竹取られなかったら幸せだが、取られましたね。行ってもいい気がします。こういうのはロケなんでね、多分。強すぎ進化すけ。これやばいか。アドが以来その許容は。からのロッコスクロスあるね。ライトニングだけで許してもらえるかな。今のはいらねえガーディアンしちゃったね。いやまあクロスとかにはあんま刺さんねえか。終わった。マジで強すぎる。まあクロスボウという名のも進化テスラ引きこもりなんだけどな。これが強いんだよ。まあロケあるんでね、これ。ロケ圏内だ。終わったー。防衛ロケね。いやーそうね。じっかれじっかれ。まあ進化スケテスラもちょっと増えましたね。うん、テスラが強くなったんでね。なんで今の進化のまあランキングだと、まあ、なんだ上位はナイトスケ、ウィザードテスラ、まあその4つが強いか、トップ4の気がするな。ロケホーアーチャー結局矢で飛ぶんでね。で新鋭隊とかババモマーハウィザードに焼かれるみたいな。まあ進化ボンバーもちょいちょいいるっちゃいるんで、うん、まあボンバーも強いけどね。なんかボン使うならまあ進化ウィザードでもいいのかなみたいな感じではある。さあヤナアメボイド、まあ流行りのジャイか。もうみんなこんなんや、みんなこんなデッキや。こんなんしかいねえよ。せっかくな2ヶ月経って新環境やつって盛り上がってたけど、マジで何も変わらなかった。え、間に合い。いやードリトン、いやでも結構ありそう、これ見せない。いやなん、あーザッザップ型の方ね。さあヤザップボイドっすね。進化ウィズあるか、ナイトがないのかな。まあこれガーディアンが来たらナイトで、来なかったら、うん、来ましたね。アドやば、血ジャイして。え、相手ウィザードいたな、いたっけ。ちょウィザードいまして、ライトニング打ったら終わるわ、やめなきゃな。いやーまあトリトン行くか。リズもね。でもボイドこれ、いやでも、いや平石もう一個早めの段階で出せれたら強かったか。もう折れたんで、うい、あーゲラーティク、いいね。いや多分ボイド普通にまあやられはしたが、うん、絶対に処せないウィザードが生まれるサイクルがあるんで、まあデッキによりきりはあるだろうけど、
一周回ってライトニング。ファイボ系はないな。こんな環境ね、誰が予想できたんっていう変わらない、なんならウィザード時代になっただけ。えぐい、終わってはいるまた2ヶ月ジャイ使うことになっちまう。えぐいマジかー、本当のジャイ時代。やめて、いやスキル使われるやんこれも。お、ガージャンカメラでかいか。いやーこれでも進化ウィズか、あんま行かない方がいいな。トリトンもあるんで、まあこのジャイは通んないか、控えめで守ります。いやーまあそれなら打たなきゃいけねえな近畿は嫌なんでね。でまあこのあとここおとなしく守れたらだけど、マジミラーだな相手も。お、ちょっと違った、来るん、来ない。いやでもここのウィザード強いぞ。やべ、前に出ちゃったら普通に飛ぶ。なんかもったいなかったかな。まあまあ、いやちょっとプレッシャーになる。うわいいなその進化ないと。あー強いそれ。まあボイドでしたね。いやそして高めウィズで早めにしばく、えらい。え、でかすぎるそれ。待ってない、警戒してよかった。え俺の警戒してよかったわ。いやでもトリトン咲いたんで、え、だからもう飛来進できてるよ。そのボイドは弱いんじゃないですか。さあボイドだとユニットで欠かせないサイクルがあってマジでかわいそう。でもしかもこのデッキがねボイドメタなんですよね。オーケー、かわいいスタンプ。というわけで、まあ、進化ウィズジャイですね。はい、まあ、このナイトがいることによってね結構飛来進もしやすくて、まあ、ボイドに強いっていうイメージですかね。はい、まあ、ウィザードがねマジ結構強い施設があるので、皆様ねウィズやってみてください。よければチャンネル、高評価もお願いします。お師匠様だね。